ンペーン。落ち着きがない、周りとうまくなじめない、そんな悩みを持つ発達障害の子どもたち。彼らの支援において重要な鍵を握る早期療育を広めようと奮闘するのは、異色の経歴を持つ男性。お父さんが今現実から目をそらして、親子でもう介助し合いながら生きていかないといけないのか、選ぶのはあんたですと言われて。彼が率いる IT ベンチャー企業が目指す発達障害支援の未来とは。大阪府池田市にある児童発達支援施設。いい？せーの、おはよう。子どもたちおよそ100人が集団生活へ適応する訓練や、遊びながら手先を使う訓練などの発育支援を受けています。こういった施設は現在日本全国で1万箇所以上あると言われ、毎年増え続けています。去年文部科学省が発表した調査によると、全国の公立小中学校の通常学級に在籍している児童生徒のうち 8.8% が学習面または行動面で著しい困難を示す状態にあることが分かりました。実に11人に1人の子どもが発達障害の可能性あり、つまりグレーゾーンにいると大きな話題に。この児童発達支援施設に通うおよそ9割の子どもたちも発達障害と診断されていないグレーゾーンです。施設を運営するエコルドの代表、北村幸太郎さん。これあれですよね。実は北村さん自身も発達障害の子供を持つ親です。平成何年だったかな。誰に話そうかな。今日はカメラに映してる人に質問です、はい。あなたは何が好きですか。小学4年生の長男。ゆうせいくん。りんご。そう。同年代の子供と比べ、学習能力や運動能力の遅れといった発達障害があります。発達が明らかに6ヶ月と比べると遅すぎるということで、指摘を受けたっていうのがきっかけでしたね。まずその今何をしたらいいかもわからないし、でこの子って今どういう状況なのかもわからないし。実は北村さんは大阪府警の元警察官、凶悪事件の取り調べ官などを経験してきました。生後6ヶ月のゆうせいくんが発達障害だと分かった時、北村さんは31歳。頭をよぎったのは、自分がこれまで事件で関わった発達障害のある容疑者たちでした。その当時から例えば知的障害持ってるとか、発達障害持ってる、精神障害持ってるっていうこと自体を、まあ、取り調べで言われても甘えんなみたいな感じで思ってたんですよ。何言ってんだよ、悪いこと知るじゃないかっていうことをすごい言ってて、そんな障害を言い訳にすんなみたいな感じでって思ってた方だったんで、今のままもし彼がそのまま大きくなって成長して、でその時にじゃあ彼が生きやすい世の中かっていうと、まあ、警察官やってた自分の目線からしても、まあ、そうじゃないだろうなと思ってて。ゆうせいくんの誕生をきっかけに、北村さんは警察官を辞めて社会福祉の分野で起業することを決意。当時0歳だったゆうせいくんと一緒に発達障害の子どものための施設に通い始めますが、実は療育園に行くことをすごい躊躇してたんですよ僕。当時の療育園の先生から、いや お父さんねと、いやそうじゃない、ないんだよって言われて、お父さんが頑張ってここに通うっていう決心をして一緒に親子で頑張るか、お父さんが今現実から目をそらして将来子供が自分の、まあ、ゆうせいくんがもう全解除、ずっと親子でもう解除し合いながら生きていかないといけないのか、選ぶのはあんたですと言われて。
障害と向き合うのは今。そう決意し、およそ2年間親子で通園しました。その中で見えてきたものは、最初療育園に行ったばっかりの時は後追いをしなかったんですね。お父さんちなみにあっち行ってみてよって言われて、で奥行かされたんですけど、お湯で自分で一人で遊んでるんですね。でこれは親子関係できてないんだよって言われて、おそう、そこからかと思って、もしその時にやっぱり早期療育を躊躇してれば、今でも普通に、もしかすると死体不自由なまま歩けないまま車椅子生活だったかもしれない。これ先生誰か覚えてる？あ、サンタさん。サンタさんの先生覚えてる？誰か分からん。サンタさんの先生だから。この夏、北村さんはエコルドである IT ツールを開発しました。これは子どもたちの発達障害を見える化したもの。言語、コミュニケーション、社会性、認知、行動など5つの項目で評価します。保護者と施設の支援者が子どもをチェックし、およそ50個の質問に答えることで測定します。この結果をもとに、人間性、社会性を伸ばすため、例えば座って一つのことに取り組める時間を増やすなど、一人一人の課題に合った支援をしていきます。なぜ子どもたちの発達障害を見える化する必要があるのでしょうか。例えば、なんだろうな、お腹痛いって言ってるのに、お腹痛めの薬を出せばいいけども、実は肺炎の薬出せたら全然違う効果になるし、発達支援も同じで、本来ここっていうところに支援をしていかないといけないのに、違った支援をするとその子にとってはもう すっごい貴重な、乳幼児期を完全に無駄にしてしまうので、それはないようにしたい。子どもたちの発達障害を見える化し評価する IT ツールは全国初だということです。子どもたちに少しでも早く適切な発育支援をしたいと力を入れる北村さん。この日、何やらたくさんの機材を抱えて施設を訪れたのは、京都大学大学院医学研究科のチームです。これをいっぱい集めてください。わかった？はい、オッケー。細い穴にコインを入れるのは遊びではなく、速さを測るテストです。年に一度の測定会では、子どもたちにさまざまなテストをしてもらい、発育レベルを専門的に見ていきます。京都大学とは、発育レベルをどう客観的に評価するか、この精度を高めるための共同研究をしていて、将来的にはカメラで撮影した画像で発育レベルを自動的に判定できるソフトを開発する予定です。人間の目じゃない方法で、なんか評価するっていうのはすごくいいなって思いますね。この技術を発達障害の子どもが通う施設だけではなく、一般の保育園や幼稚園などにも広め、早期の発育支援につなげていきたいと話す北村さん。得意不得意っていう個性で判断してほしいなと思ってて、もうシンプルにその子のありのままの状態を示すものだと思ってるので、障害という言葉の本質的な意味、社会的な障壁ってよく言われますけども、そういうものだということがもっとね、どんどん広まってくると思いますし、一人でも多くの子どもに支援が行き届き、障害が個性になる、そんな優しい社会を目指しています。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。